シリアルキラー、シリアルキラー、シリアルイコール連続の順列のとは、一般的に異常な心理的欲求のもと、1ヶ月以上にわたり、一定の冷却期間を置きながら、複数の殺人を繰り返す連続殺人犯に対し、使われる言葉でや、ほとんどの連続殺人は、心理的な欲求を満たすためのもので、被害者との性的な接触も行われるが、同期は、必ずしも、 それに限らない。また、自らの犯行であることを示す手口や何らかの固有のサインを残すこともあり、その被害者たちの外見や職業、性別などに何らかの共通点が見られる場合もある。または、猟奇殺人や快楽殺人を繰り返す犯人のこと。シリアルキラーという英単語は、元 FBI 捜査官のロバート K レスラーが、テッド・バンディ、ティード・ロバート・バンディ、 米国で36人以上の女性を殺害した連続殺人犯1989年死刑執行を表すために1984年9月に提唱したとされている。同様の意味を持つシリアルマーダラー、シリアルホミサイドなどは以前から使用されきた。シリアルキラーの定義は複数あるが FBI のレポートによると下記の共通項にまとめられる。 シリアルキラーは、複数の殺人を一定の期間、冷却期間を置いて淡々とシリアルに繰り返すのが特徴である。一度に、多数の人間を殺害する場合、FBI の定義では1日以内に4人以上は、大量殺に分類され、その犯人を大量殺人犯、大量殺人者という。さらに、短時間内に2カ所以上の場所で殺人を犯した者は、スプリーキラーと呼ばれ、 これも区別される。被害者の人数については、少なくとも3人以上の殺人の被害者がいることをもってシリアルキラーとしての定義を満たすと、専門家によって広く考えられている。法的にも、1998年に米国議会で制定された HR3494 プロテクション・オブ・チルドレン・フロム・セクシュアル・プレデターズ。 白頭部1998の中で、ここでいう連続殺人とは、連続した3件以上の殺人で、そのすべてが米国内で行われ、犯行が同一の犯人、または犯人たちによって行われたと合理的に推察されるものとしている。2005年、FBI はテキサス州サンアントニオで、学際的シンポジウムを開催した。これは、 連続殺人に関する知識の共通点を特定する目的で様々な分野から135人の連続殺人専門家を集めたものある。同グループはまた FBI 捜査官がその標準として広く受け入れている連続殺人の定義についても別々の事件における同じ犯罪者による二人以上の犠牲者の不法殺害とまとめた。しかし、 この定義は殺害の動機を考慮に入れておらず、冷却期間を定義していない。FBI のリポートによれば、シリアルキラーの殺害の動機は、多くの場合、異常心理に基づく欲望を満たすための一種の快楽殺人である。ただ、その直接の動機は性的なものだけに限らず、怒り、鋭利、スリルや注目を集めるため、といったものも含まれるという。 FBI 行動科学部のロバート・アル・ヘイゼル・ウッドはシリアルキラーの動機を自尊欲求の充足としている。つまり他者に対する権力欲求や憤慨欲求、コントロールへの欲求に基づき自らの力を被害者に投射し、誇示することによって自らの欲望を満たすもので、その犯罪行為、自尊犯罪の一環として、 交換や遺体損壊などが伴う場合があるということである。そのため多くの場合、被害者が身につけていた装飾品や遺体の一部をトロフィー、記念品、戦利品として保管していることがある。シリアルキラーの動機は一般的に言って以下の4つのカテゴリーに分けられるという、個々のシリアルキラーの動機はそれぞれオーバーラップすることがある。ビジョナリーのタイプは しばしば精神病的な症状を示し、現実から外れており、別の人格を主張したり、別の何か、神だったり、悪魔だったりにそそのかされた、許可された、と主張したりする。テレパシーで通信したがそのタイプである。ミッションのタイプは、一般的に望ましくないと規定する一定のタイプの人々を排除するためといって、自己の行為を正当化する。 その被害者は、ホームレスや、善化者、同性愛者、薬物中毒者、売春婦、または特定の人種、または宗教に属する人々などである。このタイプは特に精神病的な気質を示さない。一部のものは、自分が社会を変える、社会の病を治すのだと思っている。このタイプのシリアルキラーは、殺人によって、スリルや快感を得、人を単なるその手段、 対象としか見ない。法心理学者は、性欲、スリル、快適な生活のため、AA の3つの個タイプにけている。このタイプはセックスが主要な動機で、被害者が死んでいようがこだわらない。自らのファンタジーが重要な役割を果たす。性的、シリアルキラーは、被害者に対する絶対的なコントロール、支配、権力を持つ、心理的欲求があり、 拷問など痛みを与えつつ死に至らしめる欲求がある。通常、被害者との密の接触を要するナイフや手を使って犯行に及ぶ。犯行が続くにつれて、通常、殺人の間隔が短くなるか、さらなる刺激を必要とするようになる、またはその両方の場合がある。このタイプのスリル殺人は、被害者たちに痛みや恐怖を与えることで刺激や興奮を得る。 スリル殺人では、通常、性的コンタクトは発生せず、被害者はランダムに選ばれる。このタイプのシリアルキラーは長期間、殺人を控えることもできる。犯行を重ねるごとに、手口が向上し、完全犯罪を目指し自分は捕まらないと考える。ロバート・フンセンがそのタイプである。ゾディアック事件でも、殺人はセックスよりも良い。 もっともスリルを与えてくれると書いた手紙を新聞社に送っている。はその被害者から楽しんで興奮していたと証言されている。物質的な鋭利、または快適な生活を求めるが、ゆえの動機。通常、被害者は家族や親しい知り合いである。疑われないように殺人の感覚をあけて疑いが晴れるのを待つ。しばしば毒殺という方法をとる。 女性のシリアルキラーはしばしばこのタイプである。全員がとは限らない。このタイプのシリアルキラーの主な目的は被害者に対する権力の当社、孤児である。このタイプのシリアルキラーは幼少期に虐待されていることがあり、大人になって無力感や物足りなさを感じている場合がある。この権力、コントロール系のシリアルキラーの多くは性的虐待を加えるが、 その強姦は、性欲タイプのシリアルキラーと異なり、性欲もとづくものではなく支配することの形態の一つであるという違いがある。テッド・バンディがこのタイプのシリアルキラーであると言える。大多数のシリアルキラーは、一見したところ普通の人で、仕事や家庭、子供を持ち、通常の社会の一員として暮らしている。また、特定の人種に偏りはなく、 その国の人種構成に比例する。多くの場合、様々な程度の精神障害や精神病室を患っており、いわゆるサイコパス、それが殺人行動に寄与している可能性がある。家族による精神的、身体的、性的な虐待を経験しており、不安定な家庭の出身者も多い。また、少年、青年時代に頻繁にいじめにあい、 社会的な隔離を受けていることもある。動物を虐待していた者も,も見られる。詐欺、窃盗、破壊行為などの犯罪に関与している者も,もいる。FBI の犯罪分類マニュアルによると、シリアルキラーは以下の3つのカテゴリーに分かれる。オーガナイズド型のシリアルキラーは、自らの犯行を綿密に計画する。例えば被害者を誘拐し、殺害した後、別の場所に行きする。 しばしば被害者の同情心に訴えるような手を使い被害者を誘い込む。または他人に自主的についていくのが職業である売春婦を狙う。このようなシリアルキラーは犯罪現場についてもしっかりと証拠隠滅を図る。法科学についての知識もあり、遺体を埋めたり、重しをつけて川に沈めたりする。メディアで報道される自らの犯罪について注意深く把握し、 しばしば自らの誇りにする。オーガナイズド型のシリアルキラーは、社会スキルや人間関係を維持する能力が高く、友人や恋愛関係、結婚し家庭を築き、子供もいる。このタイプのシリアルキラーが、逮捕後に、周囲から親切でまさか人を傷つけるような人には見えなかった、などと言われるタイプである。テッドバンディアジョン・ゲイシーがこのオーガナイズド型に分類される。 一般的に言ってこのタイプの IQ は全体平均94.7前後である。理想がナイズと型のシリアルキラーは通常はるかに衝動的である。しばしばその場にあるものを使い殺害に及ぶ。大抵遺体を隠そうともしない。無職だったり一匹狼タイプで友人も少なかったりする。しばしば精神障害があったり、その犯行の決まった手口はないのが。 手口といった具合でしばしば過剰な暴力と、時に、嗜患や性的暴行を伴う。ディソーガナイズド型のシリアルキラーは、オーガナイズド型より、わずかに低い IQ92.8 である。混合型は、上記2種の混合で、オーガナイズド型がディソーガナイズド型に変化する場合もあり得る。死の天使型といい、医療従事者による連続殺人は、 世界的に多くの事例がある。もともと看護業界に多く弱者に対処ケアを提供する強い立場と医療の知識を悪用して犯行に及ぶ。女性のシリアルキラーは男性のそれと比べて稀である。女性のシリアルキラーはアメリカでは1800年から2004年の間に6人の連続殺人犯に1人以下416名の基地女性犯罪者のうち64名。 アメリカの連続殺人犯のうち15%が女性で被害者総数は427人から612人の間とされる。女性の連続殺人犯についての本、リーサル・レディースの著者アマンダイル・ファレル、ロバート・ディーケ・ヘッペル、ビクトリア・ビー・ティンティントンは、司法省は全世紀の間に36人の女性連続殺人犯が活動していると指摘していると書いている。 ザ・ジャーナル・オブ・フェレ f f e l e ク・サイ i c Psychiatry and p ての連続殺人犯のうち16%が女性であるという証拠を示している。以下、50音順に述べる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。